直弘、林さん。林さんじゃないですか。え、しかも、ここにもいません。え、ちょっと待って、林社長ってフランチャイズチャンネル以外乗っとった。確かに。え、個人チャンネル、個人チャンネルいつの間にあった。しかも英語で。ちなみに俺さっき LINE で、うん、林さん来てくれませんって言ったんですよ、スタジオに、うん、そしたら沖縄におるからなんか遠隔でなんかするわ。まあ、そういうことか。林さん、ありがとうございます。その、直弘やる、直弘やったんや。確かに。しかも赤スポも来てる。ありがとう。よくわかんないけど林はどうしたらいいか、フミヤさん LINE ください。あー、すいません。なんか林社長結構俺らエピカにおるらしいです。エピカ先月おったね俺。確かに。100キロマラソンを走る前の日エピカで朝まで飲んでました。やばくない。しかも俺が見た中で社長多分一番飲んでたあの日。めっちゃ飲んでた。だ記憶失っとった。俺どうやって帰ったか覚えてない。どんくらい飲んでたの。だって俺 DJ をまず林さんがシャンパンを100万円分おろしたんですよ。え、でテキーラも丸くんが煽ってたの社長1本分ぐらい絶対バコン飲んでた。最終的にステージの真ん前で林さんをもうその記憶ないもん。林社長がなんとなく来たなぐらいは覚えてた。アルマンドが起きたの覚えておけど、テキーラ1本飲んでそんななっとったよ。やばかったっすよ。もうやばかったっすよね。え、 DJ もそんな何時間もした記憶ないもん。でも記憶ぐらい、もう1時間で言ったもんね、もともと出番は。そうですね。何時間もしてた。何時間もしてた。ギンタ君はアビーチから来てました。ギンタも DJ したの。ギンタ君もフミヤ、この曲1曲かけたいって言ってアビーチのウェイクミアップかけてます。めちゃくちゃやん。これだけはかけさせてくれって言って、でそう、しかも沖縄も一泊やったぞって。その DJ するために、誕生日会のために福岡から沖縄に来て、もうそのまんまエピカでダーやって朝までやって一泊して、朝から羽田向かって、そこから羽田から釧路向かって、釧路で靴買って、あの日俺 MV の編集しとったじゃん。自分のその日歌詞1-1-1って曲が出るので、速攻 MV ダー作りながら飛行機とかやってアップできたと思って、次の日起きて100キロ踊る。社長が編集中に社長の足貸してって言って足勝手にフィッティングしてたの。俺編集しながらこうやって足フィッティングしてもらえたの。いや、怪我せんかったっすね。よかったっすね。ほんまに。だって亮くんなんてステロイド打ってますから、終わってたら。足が動かないからステロイド注射って言って。いや社長は次の日ぴょんぴょん飛び跳ねてるし。いや、でもあれ、最後の追い込みやばかったっすよ、ね、あの最後の追い込みだってもう。が本当に多分あれで言ったっすよね、よくなし多分。いや、もう本当にあれ、うん、そしてアボさんも走ってた。あれが一番面白かった。アボさんがずっと走ってるのがほんまに僕は、あの整体師の、ね、我慢できなくても笑ってんだって。だって俺を整体するためにわざわざ釧路まで来てくれたわけやん。なのにアボさんが一緒に走りようわけ。アボさんを誰が整体するとその俺は走って疲れて、じゃあアボさんがマッサージってやるけど、アボさんをマッサージする人もあっちゃう。されてたっすよね。あ、されとったの。アボさんの後輩がついてきた。おかしいやろ、それ。アボさんをマッサージしてる。しかも別にアボさんを走る人なかった。でも多分やっぱ誰でもそのマラソンって全力疾走じゃない。さすがにそのなんかなんやろ、100キロマラソンってちょっと興味あるやん、多分。どんなもんだよみたいな。いや、絶対あると思います。なんかテレビで出てない人、ね、テレビ見たことない人いないし。でも100キロでも、仮に10キロ走ってみて、あ、これ10回分か。ってなるやん。わかる。そういうのってなんかちょっと興味ある。確かに。